ロボットがいたらいいのにね。ミミ、それよそれ。ということじゃ。おじさん、誰？わしかい。わしはロボット博士じゃ。ロボット博士って、もしかして、あのロボット、おじさんのロボット？申し訳ない。同じ色のものをひとまとめにしておるんじゃよ。どうしてそんなことになっちゃったの？実はわしが配線を間違えてしまったんじゃ。申し訳ない。あ、また行っちゃう。早く追いかけるんじゃ。いい考えじゃ。キティはあっちから、おじさんは向こうからね。
よし、わかった。実はな、お片付けロボットなんじゃ。そんなロボットだったら私も欲しかったのに。でも壊れてるんだよ。うん、今はいらない。さてと、それでは修理を始めようかの。ここの配線が赤、青、緑になっておるじゃろ。これを反対にすればいいんじゃ。待って、反対ということは緑、青、赤にすればいいんでしょ。ということは、あ、そっか、青は切らなくてもいいんだ。うん、赤と緑だけ入れ替えればいいんじゃないの。おお、そうか、気がつかなかった。お嬢ちゃんたちの言う通りじゃ。おじさん、本当に博士？博士、今度は間違えないでね。うん、分かっておるわい。それでは、バルーンを膨らまそうかな。なに？どうなってるの？キティがバルーンにくっついてる。どうやら一緒にくっつけてしまったようじゃな。